今から七、八年前、全身タイツ姿でヌーブラを身につけ、ヌーブラ、ヤッホー、なるギャグをかましていた女性お笑いコンビがいた、モエレン、だ。しかし、ヌーブラのメーカーからお叱りを受け、ギャグは封印せざるを得なくなった、あの二人、今どうしているのか、地下鉄銀座駅そばの喫茶店に現れたのは、モエレンの、赤い方、の池部愛さんだけ、青い方、 の久保いろはさんは結婚を機に去年12月、引退したそうだ。相方に、引退して家庭に専念すると聞かされたのは、入籍が近くなった去年の夏でした。お相手が一般の方だったこともあり、家庭と芸能活動を両立するのは難しい、と苦渋の決断をしたみたいでしたね。もともと彼女は一途で、器用なタイプじゃなかったんです。池部さん。 残念そうにこう言った、引退、と告げられた夜は寂しくて、泣いちゃいました。でも、結婚なら仕方ない。そこで、じゃあ、私はこれからどうしようと考え、これまで以上にラジオのパーソナリティとして成長していきたい、と思いました。埼玉のラジオ局ナックイブで生番組のパーソナリティ、12年10月からピンで埼玉のラジオ局、FM、ナックイブの生番組、 モナカ、月から木9時から12時40分を担当している。モエレンでは相方が進行して自分はボケだったから、最初は私一人でできるかなとか、生放送で7時に曲入りのために毎朝4時半に起き、電車で大宮まで1時間20分かけて通うなんて大丈夫だろうか、と不安もありました。だけど、今はそれも慣れ、放送のないキ うちも川越や秩父なんかに出かけネタを拾ったりしてますでお笑いはもう卒業やらないと決意したわけじゃなく舞台女優としてもやってみたいとか色々考えてますただまずはパーソナリティで一人前の仕事をしなくちゃ次はないですから他の方のラジオ番組や人島松本の滑らない話でテレビのバラエティ番組などを見聞きして トークの参考にさせてもらってます。自分も結婚という手もあっただろうに、35歳までにはしたいですね。でも、婚活には気遅れしちゃって、母親がすごい心配して、結婚相談所の申し込み書を書いてんねんけど、あんた、職業欄に何て書いたらいいのって電話が来たこともありました。私は仕事を続けたいんで、こんな私を選んでもらえるなら、 相手の方の条件にはこだわってません。大阪、豊中生まれの池部さんは、子供の頃から舞台に憧れ、慶応大学文学部哲学科3年の時、三宅雄二の劇団、スーパーエキセントリックシアターの研究生に、ミュージカル集団、東京メッツで活動後、同じくメンバーだった久保いろはさんと5年、モエランを結成、7、8年、ヌーブラ、 やっほーのギャグが話題になった母親からあんた一体何を目指してるのとメールが来ました相方の家族はしばらく周囲にあれは自分の娘だと言ってくれなかったそうです私たちはあのギャグがそんなに話題になると思ってなかったんであれよあれよという間に忙しくなった時は恥ずかしいとか感じる間もなく頑張るだけだったヌーブラのメーカーさんに 使い方が間違ってますと怒られギャグが使えなくなったのは残念でしたけどヌーブラの認知度を上げたと褒めてくださる方もいてそれは嬉しかったですね。